南スーダンでの国連の PKO 平和維持活動部隊の日報が隠蔽された問題や、安倍総理大臣の友人が理事長を務める学校法人加計学園の獣医学部の新設計画に関して集中的に審議する衆議院予算委員会の閉会中審査が始まりました。野党は日報が陸上自衛隊に保管されていたことを公表しない方針を了承した稲田防衛大臣の辞任を求めるとともに、安倍総理の任命責任を追及する構えです。また加計学園の問題では、先月の通常国会の閉会後、初めて安倍総理が国会で説明する機会となり、文部科学省の前川喜平前事務次官や、加計問題のキーパーソンとされる泉博人総理補佐官が参考人として出席します。獣医学部の新設をめぐる総理官邸の関与について、官邸側と前川前次官の主張が食い違う中で、真相の解明が進むかが焦点となります。閉会中審査は明日は参議院予算委員会で行われます。はい、衆議院ではすでにもう9時から始まってますね。まず最初に自民党の小野寺議員が質問に立って、その後公明党の上田議員、自民公明でだいたい1時間半、その後ずっと休憩を挟んで午後3時までは野党の、質問が続く。民進4市、ね、共産2市、維新がお一人ということですけど、まあ8人か5号かで揉めてたんですけど、はい、結果まあ中取ったと言いますが7-3で、はい、時間配分して、はい、今日の審議に入ると、はい、まあ一番キーパーソンだと言われてる泉補佐官が今日出てくると、はい、となると前川さんとですね、それこそ官邸のご意向なのか、はい、お尻を切ってるとかいろんな文言が出てきてる、これは果たしてどなたから出たのかということを含めてですね、相当突っ込んだ議論になる。これ次第によってはですね、過激疑惑が本当に安倍内閣の非常にこう命取りになっていく危険性もはらんでるという状況だと思うんですね。ただこれだけ揃えたんだからいいじゃないかとおっしゃるかもしれないけども、肝心要の加計さんがなんで出てこないんですか。加計幸太郎加計学園理事長です ね、はい、森友の時にはですね、速攻安倍さんがですね、何が金は渡しただと、ふざけたこと言うなと言って速攻でですね、承認官房で呼べと、言ったら一小学校の建設を目論んでる籠池さんが承認官房の場に呼ばれたと、はい、で今回の焦点は獣医学部作るか作らないか、安倍総理のですね大親友だと言われる加計さんがですね、これだけの問題のキーパーソンであるわけですね。なんで籠池さんはいきなり承認喚問で、言うなればしょっぴかれたようなもんですよ、国会の場に。加計さんは一回もですね、メディアにさえ何も言ってない。どう考えたって、民進党が言ってるように、総理の日程だけでも、ここ数年間の間に何回も食事してる。で、何回もゴルフしてる。その間に自分が、申請している獣医学部の新設に関して一回も話に出なかった、誰が信じられますかというのがあると思うんですね。それともう一つは、何のこうね、損得感情のない利害関係のない友人であると、で心許し合っている友人だと安倍さんはおっしゃってるわけですね。だとすれば加計さん自身が何を疑ってるんだと、俺はこうやって普通の本当の友達じゃないかと、安倍総理に対してあなた方が言ってることのその疑いを私が晴らすと言って出てこなければ友人じゃないじゃないですか。そうですね、本当の何の利害関係もない友人というんであれば、本当の友人の危機をなぜ救わないのかということになると思うんですね。だとすれば今日の審議の中で加計さん呼びましょうよと、で前川さんは承認喚問でいいと言ってるんだから加計さんも承認喚問しましょうよと、森友と同じ土俵にしましょうということを野党側が安倍さんにどんどん突きつけて、イエスかノーかと、呼ぶんですか呼ばないですか、参考人としても呼ばないんですかということを詰めていけば、国民の前に本当の姿は暴露されると思うんですね。どうしても呼ばないっていうんであれば何なんだと。本当また籠池さんも黙ってなくて100万円持ってまたうろうろすると思うんですよね。どう考えてもフェアではないっていう気はしますね。そうですね、ですから質問することも大事だと思うんですけど、なんでこうフェアではないのかと、どうしてこういう対応をするのかと
いう姿勢を詰めていくということも大事だと思うんですね。まあ、その野党の追及の仕方ですよね。民進が4名、それから共産が2名、で維新が1名ですね。これ全部でだから、7名いらっしゃるんですか。4の2の、そう、7名ですね。7名でうまくこう打ち合わせしといて、まあ、7名維新がどこまで行くか分かりませんけども、ね、こういうことを聞くんでこうやりましょうよってことはやってるんですかね。これダブッとバカバカしいですからね、うん、時間配分のこともありますから、まあ、どこまで詰めてるのか、それからお互いにどれだけの新たな資料を持ってきてるのかということもですね、一つの焦点になると思うんですね。ですね。